日本香川県丸亀市本島町笠島巻亭本島町笠島は香川県丸亀市の大技。郵便番号は763-0221。瀬戸内海に点在する朱涌諸島の本島に位置する。中心部では江戸時代からの古い町並みがよく残っており、丸亀市、朱涌本島町、笠島として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 名称に笠島とあるが、単独の島ではなく本島内の大技である。諸悪諸島の中心地である本島の笠島は、戦国時代までは、四悪水軍の本拠、江戸時代には、水運の要所として栄え、海鮮ん屋を中心に、町並みが形成された。江戸時代初期まで繁栄していたが、同業者の乱立により次第に衰え、1720年代に、 幕府からの命で海鮮丼屋と船舶を大阪の海鮮業者に譲ることになる。その後笠島の人々は船舶建造の技術を活かし家の大工、手枠大工として日本各地で活躍した。彼ら手枠大工は年に数回笠島に戻るたびに家屋を手入れした。そのため江戸時代の町並みがほぼ完全な形で保たれている。1985年には 重要伝統的建造物群保存地区として選定され、家屋の修復等保全が進んでいる。街並みは、海鮮丼屋など、豪商の屋敷や町屋などからなり、小さな町ながらも道を鍵型につけるなど、防衛的な配慮もなされている。3軒の屋敷が一般に公開され見学することができる。マッチョ通り文書館、ありがとうございます。